こんにちは。ウェルビーイング株式会社代表取締役の池上です。今回は、オンラインマーケティングとか、インサイドセールスって呼ばれる家から一歩も出ずに、もしくは会社から一歩も出ずに顧客を獲得し続ける方法の、3ステップについて解説していきたいというふうに思います。まずはじめに私のことを知らない人も多いと思いますので、初めてこの動画を見る方も多いと思うので簡単に自己紹介させてください。私は今ウェルビーイング株式会社っていうランナーとセールスパーソン向けの集中講義を販売している会社経営をしています。でこの会社もその初めから会社があったわけではなくて、もともとはブロガーとして活動を始めました。初めはそのほとんど収入がない状態でブロガーとして2年ぐらい続けた後に、収益がこうポンと出てきたので、それを大きくして会社にしたっていう形なので、今もその規模的にはブログを書いていた時期と一緒です。ただその資金繰りはだいぶ楽になってきているので、いろんなことを外注したりとか、あるいはフリーランスのセールスパーソンと契約したりとか、そういうことはしているんですが、基本的には一人社長という形で、ブロガーをこう拡大した形で会社経営っていうものをやっています。一人社長のメリットなんかも、また別の動画で解説していきたいなというふうに思うんですが、今回は、ブログとか YouTube とかを使ったオンラインマーケティングから、社内でもしくは在宅でできる仕事の仕方、そしてその3ステップを解説していきたいというふうに思います。でその3ステップについて解説する前に、まず成功するか成功しないかの大前提っていうものをお伝えしていきたいなというふうに思います。でその大前提っていうのは何かっていうと、誰からも何も言われなくてもずっとやっていたいっていうぐらい夢中になれるものがあるかどうかです。これ意外に思われるかもしれませんが、この誰にも言われなくてもやっていきたいと思えるぐらい夢中になれるものがあるかどうか、これがオンラインマーケティングとか、在宅企業とか、あるいはその社内での会社単位でのオンラインマーケティングっていうものを成功させる一番大切な部分になります。で、逆の言い方をすると、この自分が夢中になれるものっていうものを一つ持っておけば、宣伝広告費とかっていうのはそんなにかけなくていいですし、それから、今インスタとかこう Facebook とか見ててもすごく見てて面白いとか、こうキャッチーだとか、なんていうんですかね、そのいろんな宣伝広告の動画とか文章とかイラストとかってありますよね。でやっぱりその時代背景みたいなものを考えると、そういう人の感性に働きかけるような動画とか、チラシとかそういうものを作れない人っていうのは、成功しないっていうふうに言われてます。ただしそれは大きな間違いです。個人の単位でやってるので、そんなものすごい綺麗なクリエイティブな動画が作れないっていうのは当たり前のことです。それからサイトのデザインとかだって、プロに頼むこともできるんだけど自分でやる人もいるだろうし、それから画像とかだってそうですよね。一人でやってればそんないろんなところに時間をかける余裕もないし、お金をかける余裕もないし、そんな大企業と同じようなキャッチーな人々の感性に訴えかけるような宣伝広告動画とか、写真とかっていうのは作れません。そういう専門分野の人がそれそのものが夢中になれるものっていう人はいいんですけど、普通の人はやっぱりそうじゃないですよね。私なんかも特にそうです。生活がさつなので、そういう細かいことはできないんですが、それでも全然大丈夫です。ただしやっぱりその夢中になれるものを持つっていうのは絶対に重要です。それは何でかっていうと、今からそれを解説していきたいっていうふうに思います。でその一つ目の理由っていうのは、オンラインマーケティングを成功させる一番初めの大条件っていうのは継続だからです。で継続、これが絶対に大切です。私自身もブログを書き始めて2年ぐらいっていうのはほとんど収入がない状態でやっていました。若干の稼ぎっていうのはあったんですが、とてもそれで生活できるレベルっていうわけではなくて、でもその状態で2年以上続けることができたんですね。でそれはなぜかっていうと、私は何が好きだったかっていうと、一つはランニング、それから勉強するの好きなんですよ。大体は本を読むことが多いんですけど、セミナー参加とかっていうのはほとんどしなくて、オンラインセミナーなんか受けるときたまにありますけど、基本的には本を読むか、もしくは DVD とか、あるいは今オンライン上で見れる DVD とは言わないんですけど、オンラインで見れるセミナーがあるので、それにそうですね、最高で30万円ぐらい出して勉強したりとか、本でもいいんですけどね、数千円ですごい勉強になることがたくさんあるので、そういう勉強するのが好きなんですね。それから文章を書くのが好きです。文章を書くのが好きでした。
で、だから基本的にはランニングに関して学んだものを文章にして書いていく。まあ、だから私にとってはブログが一番向いているプラットフォームだったんですね。まあ、今は動画の時代とか言われてるんですけど、で私自身はブログが好きだったので、まあ、文章を書くのが好きなのでブログでずっと続けていきました。でだからそれがまあ継続っていう条件 その第一位になります。継続できなかったらそれが会社単位であろうが個人単位であろうが絶対に成功しません。で、まあ身も蓋もない話を言ってしまうと、大企業であればお金さえ投資つぎ込めばなんとかなるっていう部分はあります。ただ別にそういう大企業だったらそもそもの話お金を出して人を雇えばいいので、だからそもそも家から一歩も出なくても生活できるはずなんですよね。でそういうことを考えていくと、そういうのは抜きにして普通の中小企業とかあるいはその個人単位で考えた時にはやっぱりその継続していけるだけの自分が本当に好きなものがあるっていう、これが最低条件になります。で理由のもう一つっていうのは、そもそも事業って何ですか、商売って何ですかっていうところなんですけど、商売とか事業っていうのは人の役に立つっていうところなんですね。人の役に立てるものが事業であり商売です。でその対価として、まあ、等価交換でお金をもらうっていう、それだけのことなので人の役に立てる情報を持ってるっていうことが大前提になります。ただし世の中のビジネスでいろいろ考えてほしいんですけど、人の役に立つって言ったってそんなに大げさなことしなくていいんですよ。まあ、例えば人の役に立つって言われてパッと思い浮かべるのは多分お医者さんとかだと思うんですよね。お医者さんとか鍼灸師とかマッサージ師とかあるいは学校の先生とか、そういう仕事ってすごい人の役に立ってるなっていう、まあ、感じがしますよね。ただそれ以外でも本当に細かなことでも、例えばスーパー考えてみてください。あれスーパーなんかも、まあ、私今26歳なので生まれた時からスーパーあるんで別に画期的だななんて思ったことないんですけど、でもよくよく考えたらすごい画期的なシステムで、まあ、本来であれば一個一個野菜だったら八百屋さん、魚だったら魚屋さん、お肉だったらお肉屋さん、それからまあ洗剤売ってるところとか、まあ、雑貨店ですかね、雑貨店で洗剤買ったりとか、まあ、そういういろんなお店を回らないといけないわけですよね。でところがスーパーとか大型ショッピングモールが誕生したので、いちいち回らなくてもそのスーパー行ったら全部揃ってるんですよ。まあ、あるいは大型ショッピングモールとかだったら、まあ、そこの中にレストランもあるしスタバもあるしスポーツショップもあるし服屋さんもあるし散髪もできるしみたいな感じで本当に何でも揃ってますよね。それって本当に画期的なシステムじゃないですか。それって人の役に立ってると思いませんか。いやでもそんな大型スーパー作るお金なんてないし、ショッピングモール作るお金なんてないしっていう方もいると思うんですが、でもじゃあそうお金がないって言ったって、だけど一人一人の人間の動きで見ていけば、仕入れする人がいて商品ピッキングする人がいてレジ打ちの人がいて清掃係の人がいてっていろんな人がいて成り立ってますよね。それからまあその会社経営していて最近すごいお世話になってる誰で言うと、例えば法人リストの作成とかね、例えば会社のそのリストを電話番号と代表者氏名と住所とかそういうの書いたリストをまあ買ったんですけど、まあ、1000件で3万円だったんですけど、でそれだってその1000件分の情報を自分で集めようと思ったらすごい時間かかるじゃないですか。だから時給計算で言ったら絶対3万円なんてすごい安いんですよね。だからそれなんかもすごく助かってますし、それからこの前サイトのデザインをプロの方に頼んだんですよ。2年間ぐらいは自分でデザインしたサイトでやってて、やっぱ見にくいとか言われてたんですけど、でもまあお金に余裕ができてきてそのプロの方に頼んだんですけど、やっぱりそれなんかもすごい見やすいサイトになりました。でそれなんかも5万円ぐらい、まあ、全部で8万円ぐらい払ったんですけど、それなんかも8万円でやってもらえるんだったらすごい安いなっていう感覚なんですね。自分で一から勉強してやろうと思ったらとても8万円じゃ効かないので、時給も計算していったらそれなんかもすごい安いなって思ってます。だからそういうのも含めていろいろ人の役に立てることって、たくさんあります。で実はこの分野というかこのオンラインマーケティングですごい初期の頃に成功した人っていうのは、じゃあ何を扱ってたかっていうとワインなんですね。ゲイリー・ベイナーチャックっていう人が、winelibrary.com っていうサイトを立ち上げて、そこで毎日ワインについてもう語り尽くすんですよね。このワインは価格がどこでとか、どこから来ていてとか、どんな味がしてとか、何ですか、おつまみには何があってとか、私ワイン好きじゃないんで全然見てないんですけど、そういうのをやって20代ですでに億万長者になったゲイリー・ベイナーチャックっていう人なんですね。まあ、この人は移民の人なので、家庭自体はすごい貧しい家庭だったんですけど、その貧しい家庭でワイン屋さんをやってたんですね。でそのワインショップを大繁盛させたのがゲイリー・ベイナーチャックです。でこの人なんかが言ってるのも、
まあ、ワイン販売しててなんで人の役に立つのって思いませんか？パッとワインで人の役に立つって言われたってピンときませんよね。だけどワインの知識が全くない人からしたら、ゲイリーみたいにワイン好きの人の話ってやっぱ貴重なんですよね。これはなんでこんなに高いのか、逆にリーズナブルなのはどれなのか、価格はそんなに高くないんだけどすごい美味しいのはどれなのかとか、あるいは辛口なのはどれ、甘口なのはどれ、体にいいのはどれ、あるいは何ですかね、チーズに合うのはどれですか、でチーズの中でもゴルゴンゾーラに合うのはどれですか、カマンベールに合うのはどれですかとか、和食に合うのはどれですかとか、でお酒知らない人からしたらそういう知識の一つ一つっていうものが人の役に立つわけですよね。で、オンラインマーケティングっていうものを考えたときに、まあ、そのブログでお金を稼ぐとか YouTube でお金を稼ぐっていうところから出発すると、こう物事が見えなくなってくるんですけど、だけど最終的にはその物を売るっていうところにつなげていくっていうことを少し意識するだけで、すごく書く内容とかテーマっていうのが明らかになっていきます。で最終的には自分はどういうサービスで人に貢献したいのかっていうところですよね。でこれについてはまた後々詳しく解説していきたいというふうに思います。だからこの条件の2つ目で言うと、人の役に立つイコール自分がその分野の専門家であるっていうことです。で専門家っていうのは別にワインで言うとワイン博士じゃなくてもいいです。ワイン博士じゃなくてもいいんですけど、人よりも知識があるっていうのは最低条件です。人よりも知識があるって言ってそんなに難しいことではなくて、本読む必要ないんですよね。毎日、まあ毎日じゃなくてもいいんですけど、1週間に1本新しいワインを試していったら、1年間で48本ですよね。それを5年続ければ250種類ですよね。それだけで、他の人よりもワインに詳しくなれます。もっと言ったら、1日1個新しいワインを飲んでいったら、1年間で365ですよね。365種類のワインについて記事をずっと書き続ける、もしくは YouTube で動画を発信し続ける、そういうことを続けていけば、オンラインマーケティングっていうのはおのずと成功します。だからまあその今の2つの条件で、理由分かってもらえたと思います。1つ目は継続っていうのが大切、2つ目はその分野の専門家でなければいけない。だからこの2つの理由から、あなたがものすごい好きな分野じゃないと成功しないっていうのはお分かりいただけるかなっていうふうに思います。だから稼ぎやすい稼ぎにくいでスタートするとおそらく失敗します。なので自分は人から止められても続けたいようなものって何なのか、それを考えることからまず始まります。じゃあそれを踏まえた上で、まあ在宅でもしくは社内に留まって注文を取り続けるその方法の3ステップっていうものを解説していきたいというふうに思います。一つ目はすごい単純で情報発信です。で、2つ目に見込み客を集める。まあリストの作成って言ってもいいと思います。そして3つ目がセールスです。単純ですよね。これだけ言ったらバカにしてるのかって思われるかもしれないですけど、ものすごく単純なこの3つのステップをちゃんと踏まえれば、個人であろうが会社であろうが家の中から一歩も出ずに、まあ、逆の言い方すれば別にインターネットさえつながれば世界中どこにいても仕事できます。今私もケニアのイテンっていう町に行ったことあるんですけど、イテンって人口4000人ぐらいの町なんですけど、そういうケニアの田舎に行っても今インターネットつながってる時代なので、基本的に世界中南極でも行かない限りはどこでもお客さん取れます。じゃあそれぞれどういうふうになってるのかっていうことなんですが、まあ、初めにまずじゃあ情報発信はどういうふうに情報発信していくのかっていうことなんですが、まずは自分の得意なテーマを決めるっていうことが一つ。これはまあさっき言った通りですよね。自分の好きな分野何なのか、自分が専門家になれる分野って何なのか。で正直な話、今は専門家じゃなくてもいいです。で好きだったらやっていくうちに専門家になれるので、絶対専門家で、私なんかは別にランニングについて書いてますけど、マラソンの自己ベスト2時間13分とかなので、全然一流選手かって言われると、まあ、二流もいいところなんですが、まあもう中学卒業して走り始めたので今で11年ぐらいですか、11年以上真剣にやってればほとんどの人よりも知識つくので、それだけで十分やっていけます。でそれはどんな分野でも一緒です。10年続ければまあもうなんとかなります。でだからまあテーマを決めますと、それが一つです。でテーマを決めたら次は発信する方法を選ぶっていうのがもう一つです。じゃあその発信する方法は何があるのかっていうと、
まあ、大きく分けると文章でいくのか、まあ、ブログですよね、ビデオでいくのか、それとも音声でいくのか、この3つになります。で、音声でやってる人も海外だと結構いるんですけど、日本人で音声でやってる人っていうのはあんまり知らないです。で、音声でやる場合は、まあ、ポッドキャストとか Spotify っていうアプリなんかを使って情報発信していくんですね。で、ポッドキャストとか Spotify のいいところは編集しなくていいっていうことです。あの、バーッと喋ってればいいので文章を書くよりも早いですよね。そして動画だったら、まあ、私はほとんど編集しないですけど、まあ、編集する人もいますよね。だけど音声だったらバーッと喋ってればいいので、まず簡単だっていうのが一番のメリット。それからじゃあビデオで行く場合はどうなのかっていうと、これは BGM とかこう字幕挿入とかいろいろやっていった方がウケるので、そういう意味では、まあ、めんどくさいのはめんどくさいです。まあ、ただほとんど編集なしでこう動画を出してあのやってる人もいるので、まあ、別に必須かって言われると必須ではないんですけど、ただやっぱりライバルがどうしても BGM とか効果音とか字幕挿入とかつけてくると、まあ、そこに対抗しようとするとどうしてもやる必要が出てくるので、まあ、時間はかかりますよね。まあ、やる必要があるとか言いながら、まあ、私はやらないんですけど、めんどくさいので、やりません。まあ、それもあの継続が一番大切なので、継続できる形でやろうと思えばそういうことに時間使うのはやっぱり良くないなっていう私の判断なんですね。それから文章、私は基本的に文章を選びました。まあ、これブログですよね。で、ブログの利点っていうのは難しいこと書いても大丈夫っていうところです。あのブログだと、文章だと難しい、わからないっていうところがあっても、もう一回読み返すことができるし、それからそこで立ち止まって考えることもできるし、それからもう一つは、まあ、電車の中とかでも開きやすいってことですよね。まあ、YouTube とかも別にイヤホンつけたらいいじゃないかって言われたらそうなんですけど、でもやっぱり公共の場とか職場とかで、見ようと思うのはやっぱり動画じゃなくてブログじゃないかなっていうふうに思います。まあ、これがブログの利点です。で、まあ、動画の利点はあの言うまでもないかなって思うんですけど、やっぱり感性に働きかけられるっていうことですよね。まあ、例えば今こうやって喋ってる内容もこういうふうに喋ることもできるし、こういうふうにゆっくり喋って、例えばブログのメリットは立ち止まって読むことですよ、動画のメリットは感性に働きかけることができることですよ、こういうふうに声の口調を変えることもできますよね。こういうのも動画とか、まあこれは音声でもいいんですけど、 Spotify とかのメリットですよね。まあ身体言語まで含めると動画のメリットっていうのはすごく大きいです。例えばアドルフ・ヒトラーの演説なんか見ててもすごいこういろんなジェスチャーやってます。で、あれっていうのはヒトラーはちゃんと舞台裏で練習してるんですね。実際に演説の前に自分のジェスチャーについて確認してるその写真とかも残ってます。だからそのぐらいあの演説の天才家ヒトラーは身体言語について勉強してたんですけど、そういう身体言語を有効に使うことであのプラスアルファの効果を出すこともできます。だから情報発信に関してはこのどれかの媒体を選ぶっていうことになると思います。で、ちなみに言うと動画を選ぶのであれば YouTube、 そして文章で行くんだったらブログを使うことをお勧めします。で、それなんで SNS じゃないのかっていうことなんですが、 SNS っていうのは基本的にみんな遊びに来てるんですね。ちょっと言い方悪いですけど、 SNS っていうのは自分で検索しません。基本的には SNS にログインしたら上から順番にこうバーッとこうフォローしてる人とか、まあ、友達になってる人とかの情報がバーッと流れてきますよね。で、基本的には情報を受動的に受け取ってるだけなんです。受動的に受け取ってるだけなので、そこにいる人たちの意識っていうのは比較的低いです。基本的には遊びに来てるんですね。だからその例えば YouTuber でも面白い系の YouTuber もいるじゃないですか。なんかわかんないですけど、ねるねる100個買いましたとか、あるいはこのバケツぐらいのサイズのプリンを作りましたとか、そういう人もいますよね。で、そういう系の YouTuber だったらいいのかもしれないですけど、人の役に立つ情報を発信するっていう観点から言うと SNS っていうのは適しません。ただし適度にプライベートも公開しながら SNS にこう紐付けていくっていうのは、まあ、必須ではあると思います。特にブログを書き始めた当初とか YouTube で動画をアップした当初っていうのは、あの基本的にはまだまだアクセス数が集まらない状態なので、やっぱり共通の知り合いとか、まあ、そういう人たちに見てもらった方がいいと思います。なのでブログとか YouTube にアップしていったものを SNS で配信する、こういう流れになっていきます。で、この次のステップはじゃあどうなるかっていうと、見込み客を集める、まあ、リストの作成っていうふうに言ってもいいです。基本的にそのブログの中で直接売る、 YouTube の中で直接売る、これはありです。
ただし SNS で直接売るっていうのはちょっと難しいです。紹介するぐらいだったらいいんですけど、でたまに紹介するぐらいだったらいいんですけど、基本的には SNS に来てる人っていうのは遊びに来てるので、そこでそんなこと言われてもちょっと困りますよね。お金を払ってまで何か問題を解決しようとするのはやっぱりブログとか YouTube で検索する場合ですよね。例えばブログだったら測定筋膜炎とか測定筋膜炎治し方とか、まあ、YouTube でも同じですよね。でそういうふうに検索して、でそれで測定筋膜炎の治し方についている解説している本を紹介してたら、あ買おうかなってなりますよね。なるかどうか知らないですけど、実際私はそれで買いました。で SNS で商品の紹介をするっていうのはダメではないんですけど、優先順位は低いです。私はたまにやります。たまにやるんですが、まあ、あんまりいい効果は得られないですね。で次のステップとしては見込み客を集める。で見込み客を集めるっていうのは基本的にはメルマガだと思ってください。メルマガ配信です。で、YouTube に関して言えばチャンネル登録してもらうっていうのでもいいと思います。でチャンネル登録してもらうと、まあ、それが自動的に見込み客になるので、次から動画の最後になんか商品を紹介すると買ってくれる人とかっていうのも出てきます。ただし私はブログなので基本的にはあのメルマガです。でこのメルマガのリストを集めて、でそのメルマガで例えばセールやってますとか 70% オフのセールやってますとか、あるいは今度セミナーあの開催しますっていうセミナーのイベント告知とか、あるいは新着記事を更新しましたとか、あるいはこうやってたまに YouTube でやっててもアクセス数がそこそこいくのはやっぱりこうなんていうんですか、メルマガで配信するからですよね。ブログがメインなんですけど、ブログを気に入ってくださった方はメルマガ登録するの でそのメルマガ登録した方がに動画新着動画配信しましたとかって言って案内出すと行く人が多いです。まあ、そんなところであの見込み客を集めるっていうのがステップ2です。まあ、これはおそらくメルマガだと思います。で YouTube の場合はチャンネル登録でも OK だというふうに思います。で、まあ、Spotify とかに関してはちょっとやり方よくわからないので、いい加減なことは言わないようにします。わかりません。で3つ目がセールスです。でセールスって何なのかっていうことなんですが、セールスっていうのは簡単に言うと買うべき人に対して買うようにプッシュすることです。だから何でもかんでも売って買ってくださいお願いしますではダメなんですね。セールスっていうのは売るべき買うべき人を見極めて、買うべき人が実際に買うように背中を押してあげる、これがセールスです。じゃあこのセールスにっていうのはどういうやり方があるのかっていうことなんですが、いくつか種類があって、まあ、一つ目は電話、まあ、電話営業と言われるわけですよね。でそれからメルマガ、まあ、あのセールスレターというやつですね。日本語では何ていうのか分かんないですけど、メルマガ、まあ、セールスレターです。メルマガ、まあ、メルマガでもイベント告知のお知らせとか新着記事のお知らせもあるんですけど、だけどセールスレターを発行していくっていうやり方です。それからあと何がありますかね、まあ、電話とメルマガぐらいですか。あの会社の中にいながら受注しないといけないので、まあ、電話かメルマガっていうものがメインになってきます。で電話の場合はメルマガ登録のそのフォームのところに電話番号を必須項目にしておけばいいんですね。で必須項目にしといて、まあ、電話をかけていくというやり方です。でメルマガに関しては、まあ、普通にセールスレターを書いてこうやっていくと。でセールスレターに関してもその一通で売る必要っていうのはありません。例えばですけど、まあ、無料相談やりますと、無料相談、先着10名様に無料相談をしますので、何か相談事のある方はこちらのメールにご返信くださいと。で、まあ、その下にで米酢ジュースでもいいので、あのもしぴったりの商品があれば紹介させていただくことはあらかじめご了承くださいって書いておくとか、そういうふうにしてこうメールで無料相談のやり取りをしながら、あの、まあ、あこの人この商品買ったら良さそうやなって思ったら紹介してあげるというやり方があります。これがステップ3です。まあ、電話でやる人っていうのは少ないんじゃないかなとは思うんですが、ただ電話っていうのは非常に有効なやり方です。それはなぜかっていうと、これ動画の理屈と一緒なんですよね。電話だと声のトーンっていうものが、出ますよね。例えば文章で一度受講されることをとか、まあ何ですかね、ぜひこの機会に受講されることをお勧めするのですが、いかがですか
ていう場合でも、文章でこれを書いたら読み手の方はぜひこの機会に受講されることをお勧めするのですが、いかがですか、こういう声のトーンを勝手に想像するかもしれないですよね。でそうすると読み手からしたら押しつけがましいっていうことになるんですよ。ただ書き手からしたらそれはもうしょうがないですよね。あの文章に声のトーンを入れることはできないので、書き手からするとしょうがないんですけど、ただ読み手からすると勝手にそういうふうに受け取ってしまうこともありますよね。だけど電話のトーンだったら、一度だけ私を信じてみてください、他の受講生の半分程度の成果でも絶対に満足していただけるのですが、いかがですか、こういうふうに言えば、まあ押しつけがましくないですよね。他の受講生の半分程度でも絶対に満足していただけるのですが、いかがですか、こう言ったら押し付けがましいですよね。こういう声のトーンの違いっていうものを電話では伝えることができるので、あの電話っていうのは非常に有効な手段です。ただしやり取りの仕方を間違えると傷が大きくなるのも電話です。なので電話営業っていうのは、あのやり方うまく学んでいかないとこううまくいかないです。というわけで、今回のこの内容っていうのが、まあ、自宅から一歩も出ず、もしくは会社から一歩も出ずに社内で、もしくは自宅で、受注を取り続けて、まあ、あの収入を得ていくためのオンラインマーケティングの3ステップです。で、この3つ目のセールスに関してはですね、私の場合はずっと課題になってました。メルマガ登録者も集まってくる、ブログを書いてもコメントもらったり質問もらったり反応もいい、なんだけどなかなか売れない、そういう時期が続いていたのが実は2年間だったんですね。でリストも集まってる、読者数も増えてる、なのに全く収益が増えない、これが2年間続きました。で最終的にはこのセールスっていう3つ目のファクターが埋まった瞬間に一気に加速度的に売り上げっていうのは増えました。一気に6倍ぐらいになりました。でそれは何でかっていうと、ジョルダン・ベルフォートっていう週に1億円稼いだアメリカの天才セールスパーソンからセールスの仕方を学んだんですね。でこのジョルダン・ベルフォートが教えている、まあ、セールス手法を、メルマガ登録していただいた方に10日間無料でお伝えする10日間無料学習プログラムっていうのをご用意していますので、興味のある方は説明欄のリンクからぜひメルマガ登録してください。それでは次の動画でお会いしましょう。